そこになるかも、うん、探してみよう。大丈夫弥生、うん大丈夫。ピカチュウ何呪いとかけまして目と解きます。その心はどちらもすごいでしょ。樹木やっていきます。ニューゲーマー。はい、日本の遥か昔。へい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 。ちょっと怖くね。何え、呪術呪い儀式、それらは確かに存在していた。ちょっと何そういうリアルなの。え、やめてね。なんかやめてね。心霊写真バーンやめて。現代にも残る呪い。え？何ここ？あれ？廃墟とかじゃない。大丈夫だよね。ちょっと。あんまそういうとこ写真撮らない。ちゃんと、あれセッティングしたんだよね。ちゃんと制作者、本物の呪い。それは言えない。死の確定。何ちょっと立木さんみ、とある廃墟。え？やばいでしょ、それ、絶対。え？なんか雰囲気だけで何もなかったな。そうだな、せっかく来たのにつまんねえ。まあいいじゃない、みんな無事に帰れるんだから。よし、雨も降ってきてみたいだし、そろそろ帰ろうぜ。そうだな。おい、ナオト。あ、半沢ナオト。あ、ナオキだっけ、それ。はい。ロッキャッチ系イケメンポー。おいおい、そんなもん持って帰ってどうすんだよ。行くぞ。あ、なんか変なもん持って帰った？ナオト、あんなもん持って帰って大丈夫か？ん？何にも持ってきてないぞ。そつくなよ、さっき部屋の中で赤い石みたいのポケットに入れてただろ。あれ？ほんとだ。置いていった方がいいんじゃねえのか？まあまあ、俺だって古い本持ってきたんだからいいじゃねえか。高く売れるかな。え？操られてる宝石に。賢者の意志的な？はい、バーって、なんかやばいのなんだね。ちょっと時間ないからごめん。ちょっと、ある日の学校の放課後。最近こんな夢ばっかで気がめいっちゃうよ。ちょ、可愛かったね、今。あ、もうこんな時間。そろそろ帰ろっか。今日は話聞いてくれてありがとうね。弥生ちゃんなんか知ってんな。なんかあれだね、霊感がすごいあるて、ただいま。え？やべい！お母さん、ただいま。やっぱ誰もいないのか。てぺ！何？電話に伝言が入っている。お母さんからのようだ。ナオトの様子がおかしいので、精神科まで一緒に行ってきます。お母さんとお父さんしばらく戻れないと思うのでお金を置いていきます。それでご飯を食べてください。わかりました。少し兄貴の部屋を調べてみよう。はっ、あっ、な、おーい、なんかあれセーブポイント的な、う、動かせる。特に変わったとこないでしょ。え、なんだ、引き出しの中から兄貴が書いたと思われる日記を見つけた。兄貴の日記、こんなもの書いてたのか。7月22日、先日大学の友達と4人で肝試しをした。場所はわからないが、古い日本家屋の、日本、イエーイ。場所がわからないというのは、生き方が少し、え？ああ、なるほど。右手の甲に目の文字を書いて裏山の森の中を歩いていると自然とたどり着くのだ。不思議なことに目の字を書いていないとたどり着くことができない。日本屋敷か。では、雰囲気が怖いだけで、結局何もなかった。ちなみに帰りは、来る時に書いた目の字を真ん中の2本の線の間を黒く塗りつぶした、また森を歩けば外に出ることができる。23日、一緒に肝試しに行った友達の人、やばくね？俺を見るなと言って身を投げたらしい。ここで俺は自殺した友達と俺の共通点に気がついた。あるものを持ってかっ、やっちゃったんじゃ、やばいんじゃないそれ。いつの間にかポケットに入っていた赤い石。1階の大広間で拾ったらしい。
最近視線を感じることが多い。やばいね。やばい、やべえだね。7月24日。怖いっていう漢字をいっぱい書くのって結構時間かかるよ。大丈夫お兄ちゃん。兄貴の机の上には確かに赤い石が置いてある。右の隣にビデオカメラが置いてある。昨日、肝試しに行った時撮ったものだろうか。私はそのビデオを再生してみることにした。あっ！え、こ、カッピー！ダメ、これ絶対ダメなパターンだ。だ、うわ、映る、絶対どっか見ちゃう。ピー！だ、絶対見えちゃう、これ。やばい。あー、見えちゃうかな、そろそろ。俺ちょっとなんか見てわ、見てた今、見ちゃった今、ちょっと見ちゃったな、俺今。私、知ってんの？夢で見た。あ、びっくりした。やめろよ。さえ、ここにいたんだ。弥生、ごめんね、勝手に入って。さえのお兄さんのこと少し気になって調べてみたんだけど。弥生、どうして私行ったことのない家の中知ってるんだろう。どうしよう、兄貴が死んじゃう。落ち着いて。何？赤い石が光って。嘘。弥生、起きて。大丈夫？うん、ここは？わからない。さっきの石が光って気がついたらここに。ここ、見覚えがある気がするんだけど。さえ、ここに来たことあるの？来たことはないと思う。似て、学校で話してくれた夢？うん。兄貴が撮ったビデオに映っていたところも見覚えがあった。もしかしてここ、兄貴たちが肝試しに来た場所かも。でも、なんでいきなりここに？わからない。この石、何なんだろう？ヴォルデモートが残して、兄貴が肝試しに行った時に拾ってきたらしいんだけど。その石、この家のどこにあったんだろう？確か1階の大広間で拾ったって、兄貴の日記にはそう書いてあったと思うけど。置いてあったところに戻してみたらどうかな？それでお兄さんが助かるかはわからないけど。ごめんね、勝手なこと言って。ううん、大丈夫。試してみようか。パパッと置いてきて、早くこんなところ出よ。弥生、こんなとこ怖いよね。うん。ちょっと待って。ちょっと待って、これ。ちょっと、やばいなー、これ。走れるよね、大丈夫だよね。やばいなー、これ。あ、やばいなー、このゲーム。なんかギー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 言ってる船の中みたいな感じ。木箱が腐って中身がどうやら食材。オッケー、腐ってんね。腐って、焚き木。薪とも言うのかな？薪。俺は焚き木って習ったから焚き木って読むけど。はい。はい。うわ、結構広いな。いやー！こっちから行く！和室だもんだって。いやー！待って。まさか全部和室とか言うわけじゃあるまーに？あ、よかった。和室以外をさ、ガッ！何？包丁がある。刃が錆びて使えそうにない。うん。そこが抜けて今にもなんちゃらだ。米が大量に置いてある。食料がいっぱい置いてある。焚き木が置いてある。焚き木がいっぱい置いてあるね。なるへそ。勇気出すか。でもセーブポイントがあるから多分怖いことは多分ここにはないと思う。セーブポイントがあればね、多分怖いことは多分起きないと思うんだよね。俺そういう感じでちょっと考えてるけど、制作者さんそれ大丈夫？そういう考え方。セーブポイントがある場所は何もないって俺考えるからね。オッケー。すごい広いな。広い和室だな。で、あとここが入ってないかな。えい。一階から調べていくか。くっそー、くっそ行くぞ。へい。うわ、日本、JP！ 日本人形が置いてあるもんだって。やめてね、やめなさいよ。俺ビビるときは本当にビビるからね。でも大丈夫、和室は慣れたと自分でも結構考慮している。仏念世界、南無阿弥陀仏と書かれている。人形の目がない！無理やり外された？ちょっと待とうね！にゃ、かわゆい！ちょ、何今の？にゃー！こうやって補っていくしかない！こうやって自分の精神を補っていくしかないよ！戻すか！はい！ね。あ、そうだね。早く行こう。こんなとこ出ようぜ。
はい、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 何も起きない。はい、ちょっと待ってください。ちょっとまだ調べてないとこあるから。はい、はい、はい、大丈夫、はい、大丈夫、大丈夫。なんかすごい床に座布団のようなクッキーが置いてあるけど大丈夫かな。こっち行こう。ちょっと待って。はい、はい、はい、大丈夫、はい、大丈夫。枯れてしまっている。見えないよね。大丈夫だよね。オッケー、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 大丈夫、オッケー、大丈夫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 、オッケー、オッケー、オッケー、ナイス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 。はい、帰ろう、はい、帰ろう、はい、帰りましょったら帰りましょう。はい、See you, baby, see you, baby。はい、はい、そうですよね。そうですよね。そうですよね。そう、それは知って。電話？こんなところでも繋がるんだね。え？どうしたの？私。から電話？え？私から電話。え？なんなのこれ？出ない方がいいよね？うん。あ、で、もしもし。もしもし？勝手にボタンが誰なの？逃がさない。オッケー！立ち向かっていくぜよ。なんなのこれ？あ！びっくりした！いやー！もう、ここで？はい、勇気を振り絞るよ。勇気ランランピストルビンビン。オッケー。メモみたいだ。25日、私の名前は、石炎。すげえ。え、九十石炎？九条石炎？大学で民謡学を教えている。今日は最近ネットで話題になっている目の家の調査に来ている。ここに来る者は行方不明になったり帰ったとしても発狂して自殺してしまうなどの情報が数多くある。しかしネット上の話なので嘘だというものも多い。なので今日でいいか？今日は実際にここで目の家について調べてみようと思う。へえ、大学の先生だって専門家の人はね、大変だよね。うん、少し霊とかオカルトについて研究してる人だよ。そうなんだ。他にも九条先生のメモが残ってるかも。ヒントになるかもしれないから少し探してみようね。はい！何？何？バカ！な、え？ちょっと怖いねこれちょっとびっくり様子が。でも雰囲気怖いゲームだから。え、だ、何？どっか隠れろ！バカ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 ！何？メモ！バカ！何？は？どうやらこの家でとても力のある技術者、なんちゃら一族の家のようだ。調べたところのこの一族は、米米米米クラブを神として、はーい。肝心なところが読めないよ。ここを出るヒントになるかもしれないのに、ゆっくり慎重に探そう。ね。緊張して探そうぜ。はぁ、あ。オッケー、親がりだ。大丈夫だよ。あの人についていけばいいんだね。あの人についていくよ、俺は。じゃあ、素直にあの人についていくことにしよう。はい。こっち、結構長そうだなぁ、でも。このゲームも。あ、なんかついた。メモと鍵があった。家から出られなくなってしまった。玄関は何かの力で閉ざされているようだ。とりあえずここで一休みして違う出口を探してみよう。同じこと言うとるよ。九条先生は私たちと同じように出れなくなったんだね。同じじゃないよ。九条先生は自分でここに来たけど、私たちはそうじゃないもん。へりくつ女か。もう一丁。あの人形が笑ってたのかな？あの人形が笑ってたのかな？どう思う？ああ！ダメ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 ！ああ！ちゃう！行く行く行く、ガンガン行く、ガンガン行く、もうガンガンギンギグングングンゲンゲンゴンゴガンガガンゴンだよ。もう行く、頑張、ガンガン行く、ガンガン行く。はいはい、どうぞどうぞ。いやー、これ、あ、そう、じゃあ行くか、じゃあ行くか。ピーポーク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 、この奥、空気覚え、バカバカバカ、他の場所とは比較、当たり前でしょ。だって見ればわかるんじゃなかろう。隠し部屋ってことはどこかに隠し扉もあるってことだよね。そこになるかも。うん、探してみよう。大丈夫？弥生、うん、大丈夫。ピカチュウ、何あれ、なんだろう、これは覗き穴。何のシーン、何のシーン、ポジティブ、助けてって言ってる。早く助けようぜ。早く助けようぜ。どうやって助ける？
頑張ろうぜ、頑張って何かして助けようぜ、何かしらの方法があるはず。人形に目はない、全部メガネくり抜かれてるような感じ、 やばいんじゃねえのこれ。最終的にこの女の子の目もくり抜かれちゃうみたいな、そういうオチになるような気がするんだけど、皆さんはどう思いますかみたいな感じをとことんと喋って、一つだけ本が抜けている。出た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 、読んだら死ぬ本を入れるんだね、ここに。っていうかどうしよう、多分もうね、時間的にね、多分時間的にもうこれでおしまいなんだよね。どこで区切りが、区切りが見つかんない。あ、目の本、じゃあこれを入れて何かが起きるんじゃないかな。隠し扉が開くと思うんだよね、ここで。はい、じゃあ次ビビったらやめにしよう。次ビビったら、あの形式、あの形式、あのポケジュの、ポケジュ、呪いだけにポケジュっつって話を聞いてみよう。気をつけるよ。はいはいはい、どうも。あなた、あなたもこの家に閉じ込められた人、さえ、もう行こう。ちょっと待って、私たちもここに閉じ込められて、よかったら一緒にここを。許さない、絶対に。は？何？ちょっ、な、で、あ、え、どうして、どうして教えてくれなかったの？こうなるって知ってたんでしょ。だってサイが話を聞いてくれない。え、逆切れ。どこかで休もう。うん、もう一回入ろう。はい、そうですね。っていうか、もうそうだ、時間だから、ちょっと捕まってみるか、わざと。はい、どうぞ、捕まえて。